今日未明、東北の中川町で震度5弱と震度5強を観測する地震がありました。けが人の報告はありませんが、建物内部の棚が倒れるなどの被害がありました。こちら最大震度5強を観測した中川町です。公民館に来ています。この時間、許可をいただきまして中にお邪魔します。こちらの建物の中にも被害が出ています。入ってすぐ… 症状が飾られているんですけれどもこちら床に落ちて散乱していますそれから奥の部屋に行きますとテレビが落ちてしまっていたりですとかあとはガラスの額に入れられた大きな写真こちらも下に落ちてガラスが粉々に割れてしまっています最初の地震は午前0時35分ごろそして次の地震はおよそ20分後に発生し中川町では2回目の地震で震度5強を観測しました。 今朝町内の住宅を訪れてみますと。タンスが倒れてしまっていて、こちらでも割れたガラスの破片が散乱して飛び散っていました。かったですね、もうちょっとでタンスの下敷きになったかもしれませんね。町内の道路では路面が盛り上がったり崩れたりする被害が出ました。今もおよそ600メートルが通行止めになっています。 スーパーマーケットでも陳列棚の商品が激しく散乱していました。震度5強の揺れから一夜明け中川町の現場片付けと復旧作業に追われています。地震発生後1週間程度最大震度5強程度の地震に注意してください。大雨が降った地域ではあの。 通常あの被害が発生しないような揺れであっても、発生あの土砂災害等で被害が発生する可能性がありますので。札幌管区気象台は今月の大雨で地盤が緩んでいることから、落石や崖崩れなど二次災害への警戒を呼びかけています。